手袋ちゃんとさ。はい、じゃあ構成の人も。じゃあ話すね。じゃあ話すよ。話すよ。ゴジラみたいでしょ。いや、そういう気持ちじゃないんだよ。お散歩はしないです。散歩するところで、ね、いたずら迷惑だ、やめてくれって。こんなに逃げちゃったら、マーリさん呼ばないか。この間のレントゲン任しといて。たまに、うん、噛みつかれたこともあるし、引っかかれたこともあるし、今日我々は長きちゃったら、普段は大丈夫です。時々、時々、なんか、なんか、なんか、凶暴か。お医者さん、お医者さん苦手なの。お医者さんの顔見ると凶暴か。まあ要はさ、血流を良くして胃腸が効くの効きを良くするために少しだけね。先生噛んじゃダメよお前。治療してもらうんだから。やっぱでも興奮するとまた色が悪くなっちゃうのね、口の中とか。さっきまたさっきはかかったですね。ね、またちょっと色が悪くなる、うん。色が変わるんですよね。もう一個さ、ちょっとあの肺の部分がさ、ちょっと狭くなってる。うん、でちょっと白っぽくなってるから。はい。いや、呼吸器の方が遅いと思うんですよね。毎朝日向ぼっこもさせてます。はい、いい子にしててね。噛んじゃやよ、ほら口開けないの。お前は大事に。あの、あれ、ラキサトーンってさ、はい、食べれてる？あ、はい、朝晩食べてます。3ずつ食べてます。 3cc はい、食べてます、はい、もうちょっと続けて。はい、はい、で、まあそれとあと粉薬もなんとか飲んでもらってですね。はい、ちゃんと飲んでます。1日2回のと1日1回のとね。はい、朝晩飲んでます。また色がすごい変わるね。色がよく変わりますね。赤くなったり白くなったりしますね。美味しいかい？
ね。見える？あまり変わってないかな。この部が、これが塗り上げてるんだ。うん。白っぽい気が狭くなってるからさ。卵で潰れてるんじゃないですかね、肺が。まあ確かに圧迫しますわね。ですよね。そっち来て。で、須藤さん、足を止めて。止めていいよ。うん。